どうも、空調系 YouTuber ヒデさんです、えー。今日は6月の3日4時、今ですね、16時49分ということで現場から帰ってきました。今週はですね、えー、私の方は新築のですね、電気工事と、えー、空調工事、えー、受注している物件がありまして、そちらの荒、えー、配線ですね、配線工事、電気工事の方を行ってます。で、エアコンの取り付けの方は、 一旦中断してですね今週はもうそちらの新規物件の方に集中して現場の方入ってます。で、来週からまたですね。引き続きエアコン工事の方を行っていくような形でえ、皆さんどうですかね？6月入って結構忙しいと思うんです。けれども蒸しますね。今日はちょっと静岡県はですね。曇りで、えー、天気としては太陽そんなに出てなかったんですけれども。ムシ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 してですね。まあ、空調服今。 空調服は着てませんが、暑かったです、えー。空調服を着てる時は涼しかったですけれどもね。まあ、とにかく忙しいと思います。で、えー、今日何をお話ししようかなと思ったんですが、エアコン工事で皆さんですね、いろんなお宅伺うと思うんですけれども、えー、先日、えー、今年に入ってですね、4月ぐらいですかね、こんなお客さんがありました。えー、皆さん、こういう経験ないですかね。えー 私たちエアコン工事の職人っていうのはですね、あの、車で現場の方を伺いますよね。で、現場の方の車で伺って、まあ、駐車場、えー、駐車場に入れさせてもらって、そして道具を下ろして、えー、お宅にお邪魔して工事するっていうようなスタイルですね。ほとんどの方がそうだと思います。電車で行くっていう方はいないと思いますんでね。それで、現場に行ってですね、えー、駐車場、車止めさせてください。どこに止めたらいいですかって言ったら、えー、 路肩に止めてくれっていうことを言われたですねええー、路肩ってもちろんですねあの標札標札じゃないですね標識に駐車禁止路中の、えー、こういうやつですかねこういう駐禁のマークがついている、えー、道路パタの道路パタ道路パタというか道路沿いのですねお宅でしたで皆さんそういう時どうしますか路肩に駐車してですねあの駐禁取られたらですねまず罰金 で、最も痛いのが点数ですね。点数引かれちゃうっていうのはまずいです。なぜかというと、まあ、点数、累積でですね、点数が溜まってですね、メンテンにでもなったら、もうそれこそ、おまんまの食い上げってことでね、もう、明日から仕事やんないでいい、どうやって生活したらいいのっていうような形になっちゃいますよね。で、お客さんに、路肩に止めろって言われて、そのまま、あ、わかりましたっていうわけにもいかないもんですからね、すいませんけれども、そうしたら、 あのそちらのお宅ね、お客さん、車は駐車場があって、ですねそこに停めてあるんですね、一軒家だったんですけれども、そのお客さんの車、じゃあ出していただけますかでお客さんの車出していただいて、そちらに私の車をですね止めさせていただきたいですって、作業車が入りますんでね、止めさせてくださいっていうようなことを言ったら、ですねちょっと軽減そうな顔してですね、めんどくせえなみたいな態度を取られてですね、あわかりました、それでしたら、あの あの駐車場確保していただけないんでしたら私は工事の方あのできませんのでそうしたらあのこのまま帰りますけれどもということを言いました、まあ、こちらもですねお客様は神様ですじゃないですけれどもねお客様あっての商売なんですけれどもねあの仕事に来て駐車場があるのにあのお客さんちょっとどこか移していただいてそこに入れられれば それで丸く収まるわけですね。それをちょっと面倒くさいから、路肩に止めてっていうようなことを言われてですね。あ、それじゃあもう、あの、私帰りますよっていうようなことを言ったんですね。そうしたら、あ、じゃあ分かったよっていうようなことを言われて、じゃあ、そのお客さん、路肩に止めるのかなと思ったらですね、あの、そのままどっかブーンと行ってですね、どっか近くのスーパー、スーパーだったですかね、スーパーの駐車場に止めに行きましたおいおいおい、なんで路肩に止めないのかよって。 自分が止めないのになんで人に路肩に止めさせようとするんだよっていうふうに思いましたどう思います皆さん私ねこういうお客さんはっきり言ってですねあもう次頼まれてももう来たくないなって思いましたまあお客さんを選ぶじゃないですけれどもあくまでもねあのお客さんはエアコンをつけてほしいそ,それに対して私もエアコンをつけることによって対価としてお金いただいてるわけですからねあのもう もう完全にこうマウント取って、あの、お前は、お前はお客の言うこと聞けばいいんだよ、みたいな態度までは取られてないですけれども、まあ、そういう気持ちが伝わってきますよね。そういう気持ちが伝わってきたお客さんに対して、また同じようにエアコンつけに来ますかっていう話なんですね。私はやっぱ同じ人間なんでね、あの、あくまでも、 こちらは真摯に接していく上で、相手も同じように対等に、あのー、出迎えていただいて、っていう形じゃないと嫌だなって、その時すごく思いました。まあでもね、そのお客さん、まあ他のところに車止めに行ってですね、まあ2台取り付けしたんですけれども、うん、なんでこ、いつもいろんな業者、 来た時、そこに路肩に止めてるんだけどなーみたいなことその後も言ってましたじゃあなんで自分は <laughs> そっちのスーパーの方に止めに行ったんだっていう話なんですけれどもねまあそんなこと細々とね言ってもしょうがないですまあ皆さんあのー、これから繁忙期真っただ中忙しくなってくると思いますそして1日3軒とか4軒とかまあすごいね1日6台も7台もつける え、職人さんもいると思います。私はそんなに、あの、取り付けできないですけれどもね。あの、体が持たないんで。でも、中には、やはり、そういったね、あの、路中でお願いしますとかって言われた時、皆さんならどうされますかえー、私はですね、そういう、まあ、 まあ大人げないというか、ですね、まあ多分態度には出てたと思いますそ,その態度に出てたので、余計お客さんがカチンと来たのかなっていうのもありますけれども、うんやはり毎日作業してて、中金取られて車運転でできなくなったら、ですね、もうそこでもう売り上げ、アウトまあ、免停ですね、免停にでもなったら、本当に割に合わないというか、しゃにならないんでね、それだったらもう仕事、 そちらのお宅はやらない方がいいなっていうような考えです。皆さんどういう、この考えに賛同していただけるか、いや、それはまずいよっていうふうに思われるか、ちょっとその辺はわからないですけれども、まあ、とにかくですね、えー、これから夏本番迎える前に梅雨時になりますが、えー、忙しくなってきてですね、まあどうしても急いで、まあ道路、 雨降ってる時なんかですね、あのー、中筋だけじゃなくてですね、スリップして事故するっていう可能性もありますから、気をつけて日々の作業を行っていきましょう。ということで、えー、最後までご視聴ありがとうございました。エアコン工事ヒデさんエアテックチャンネルでは、えー、ご覧のようにですね、エアコン工事に関連するですね、情報、また、えー、工事の動画なんかも上げてます。えー、この、 この動画見てですね、このおじさんが喋ってるの、あ、ちょっと面白そうだなって思ったらですね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あと、えー、これ、面白いねって思ったらですね、グッドボタンお願いします。バッドボタン、ビビで。ということで、また、見てください。ありがとうございました。